こんばんは、広島さん。はい、こんばんは。なんか久しぶりですね、このコンビ。久しぶりですね、このコンビは。はい、今日はですね、はい、当たり前のことをちょっと当たり前に動画で、お、何のことでしょうか。はい、そんなに皆さんが期待してるほど面白いかどうかもわからないですし、まあそんなにこうお得な情報っていうわけではないんですけれども、はい、まずはじゃあこちらから何本映らないように、はい。今日ですね、今車検で、私がやってる作業の一つでですね、はい、まあ、今日というかいつも車検でやってる作業の一つで、よく私たちの面取り面取りって言いますよね。はい、面取、はい、りしますね。面取りします、はいはい、業界用語、まあ、議論みたいな感じですね、面取り。まあまあまあ、そうですね、はい、まあ、別に何のゲームでもない、イストリゲームでもなければ面取りゲームでもないということで、面取り作業というのはですね、実は毎回12ヶ月点検と車検の中でやっております、はい。まあ、車に詳しい方は おそらくご存知だと思うんですけれども、まあ、実際も見ていただくと早いんですけども、これが面取りです。はい、もう分かりいただいてます。もうこれが面取りです。私は分かるけど絶対皆さんに分かる、分からないですよこれはね。はい、実はわざと今ここ真ん中半分、前と後ろでですね、作業前と作業後で実は分けてるんですけども、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、実はですね、こちらラパンなんですけれども、1回目の車検になっておりまして、はい、まあ、今まで点検のちょっとご入庫がなかったというあのことなんですけれども、ここ見ていただくと、これ後ろのブレーキ、ドラムブレーキっていう構造なんですけれども、はいはい、これがブレーキシューって言われるものですね、はい、これがまあ内側から押すことでブレーキ、まあ、車が制動力というものを生むわけなんですけれども、はい、ここちょっと角が見えますでしょうか。まあ、もちろん固形の、こういう固形のものが横についてますので、当然ながらここに、まあ、角が立つっていうと、はい、そうですね、まあ、私と平島さんの関係でも角が立ちつつ、はい、いや、そんなに角は立ってないですね。ない、はい、はい、こっち、はい、こっちが面取りをして、はい、ちょっと色が若干変わってると思いますけれども、これヤスリで削った跡になります。これが面取りと言いまして、はい、この角を落とす作業を通常面取りと私たちは呼んでおります、はい。まあ、これをすることによってブレーキ泣きを抑制したりとか、はい、まあ、そういった効果が、効果というかそういった、まあ、いいところがあるわけなんですけれども、はい、まあ、パッと実は見て、その他にですね、面取りをしただけではなくて、この表面、ブレーキの表面もヤスリで削ってあげたりとか、はい、まあ、あと中を清掃ですね。まあ、こっち結構ちょっと埃っぽいというか、なんかこう粉がいっぱいついてると思うんですけど、ブレーキダストも綺麗に洗い流して拭き上げてる形になります。あとちょっと見えないんですけれども、グリスアップですね、あの潤滑剤を塗布してあげることによって、まあ音がしたりとか、まあ潤滑する、まあそういった動きが悪くなったりとか、そういったのを防ぐようになっております。まあ後ろのブレーキの構造でいくとこういったところがあるんですけれども、今度はこちら、こちらは大体皆さん、まあ、見たことがあるかと思いますけども、ブレーキパッド、はい、うちのサーキットとかですと赤色のブレーキパッドになりますけれども、はい、通常もう今これただ外しただけのブレーキパッドです。3年間走って使い続けた、まあ、だいぶ汚れもついてるブレーキパッドになるわけなんですけれども、こちらですね、次にこう実は段階を追って作ってるんですけど、これこういったシムっていうですね、あのもの、はい、まあ、ブレーキ泣きを抑制するためにブレーキのシムっていうのがついてあります。これを外しまして面取りをするわけなんですけれども、おっと、これかなり分かりやすいですよね。こうやって見ていただくと、それぞれのもう固形のものの角、ありとあらゆる角を、はい、取りまくってますね。そうです、はい、私と平島さんにはちょっと角が立ってきておりますけれども仲良くやりましょう、仲良くやりましょう、はい、こうやって角をですね落とすっていう作業をしております。そしてさらに角を落とした後に表面をヤスリ削ってあげるとこんな感じですね、はい、あ、全然色がやっぱり違いますね、はい、あ、皆さん、あの吉野ヶ里遺跡でマガタマとか作られたことがある方はですね、こういったマガタマでしたっけ、マガタマですねって言いますよね、ちょっとわからないですね、そういったああいう、こう削って何かものを作るっていうものに関してはですね、はい、こういった形なんですけども、まあ、実際に角を落としてあげることでブレーキ泣きが少なくなったりとか、はい、そういった利点があります。で、先ほど見えないグリスアップと言いましたけども、パッドに関してはこうやって見るとこのベタベタした黒い液体というか、これがまあグリスって言われるですね、はい、ものになっております。まあ、こういった作業を日々、もう毎日ですね、もう毎日これをずっと毎日ですやっておりますので、、はい、これがもう12ヶ月点検の中ではもうメインディッシュ、はい、もうこれをやらずして12ヶ月点検とは言えない、はい、というぐらいの重要な作業になっておりますので、はい、
まあ、あとはそのブレーキの残量を測ったりとか、はい、その他にも12ヶ月点検車検というのは内容は深く入ってるんですけれども、はい、まあ、当たり前といえば当たり前のことなんですけれども、ね、はい、私たちがよくお客様に言うメントリメントリっていうのはこういうことなんですっていうのをですね、はい、今日はご紹介したいなと思っておりましたので、はい、まあ、当店で12ヶ月点検車検お任せいただければしっかりこういったところまでですね、はい、メンテナンス作業の方はさせていただきますので、はい、バシバシ広島さんの方にですね作業の方をそうです、ね、はい、もう詰めに詰め込んでいただいて、もう毎日やってますから、はいはい、私はもうゆっくり見守りたいと思いますので、おーっと立たないでいただきたいと思いますので、はい、ということで今日はこの辺りでお別れです、はい。